チャンスをあげましょう。マジっすか。今日のお助けアイテム、やばい、来た、うわ、なんだこれ。はい、どうも、グピです。ナベです。イバンチ TV 始まりました、よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、久慈川河口、久しぶりの久慈川河口に来ております。はい、だいぶ久々ですね、はい、そうですね。そして今回はですね、はい、ルアーでございます。やったー。はい、で、なべくんね、2月までにね、ルアーで釣らなければいけなかったんですが、釣れてないと。申し訳ねえ、不甲斐ねえ俺だ。はい、ですがね、チャンスをあげましょう。マジっすか。ここで釣れれば、うん、罰ゲーム回避で。よし、今回はなべくんドキュメンタリー密着でございますんでルアーでね、釣ってくださいよ。今日は、今日は頑張ります。大潮ですし。そうなんだよね、風もない、そして寒くない。寒くない、最高だ、釣り日和だ。こういう時に限って釣れない。それがイバンチ TV でございます。はい、そんなことにめげず、はい、今日はね、ガチで釣ってくださいね。やっていきます、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで私は今日おまけなんでね、うん、投げ竿を1本投げて、うん、あとはブラックにちょんちょんしながら、うん、鍋くんのサポートに徹しますんで、とりあえず投げずに投げとくよ。あ、いいよ、行ってこーい。はい、私の任務はほぼ終わりました。早いねー今日は本当に期待してるからね。イバンチ TV はね、本当に小物ばっかり釣ってるから、うん、大物ね、狙えるのは鍋くんしかいないよ。やっぱり狙います。ルアーマンとしてはね、はい、本領発揮してください。はい、頑張ります。よっしゃ、はい、はい、じゃあ鍋くん、はい、ルアー紹介お願いします。はい、ジョルティー、はい、30g のピンクです。まあジョルティーならね、シーバスでもヒラメでも食ってきてくれると思うんで、両方いけそうですね。はい、食われてこーい。オーケー。はい、ドラグが緩すぎた。ちゃんと準備してきてくださいよ、そういうのは。ごめんなさい。まあ1投目でかけちゃってもいいんでね。かかってほしいですね。そうですね、これいつでもかかったら即俺回しますから、はい、ヒットシーン間違いなく撮れますよ。わかりました。はい、現在ですね、8時40分、ちょうど下げ止まりに差し掛かるところですね。なんでもうちょっと10時頃にまあ上げ始まるんで、そこに行きたいですね。はい、というわけで鍋くんがね、絶賛乱眼中でございますね。場所を移動移動しながらシーバスヒラメを今狙っておりますね。めちゃめちゃ歩くな。まあ今のところ当たりもないからね。はい、粘り勝ちしよう。そうだ、俺はいつもルアーしか投げない、ただのバカだからな。そうだ、粘るしかねえんだよ。バカのまま突っ走れ。バカが一番。さて、まあ、鍋くんがね、今日釣るためにね、ちょっと早いけどとっておきのアイテム。はいはい、何ですか。お助けアイテム出しましょう。私が鍋くんの今日のお助けアイテム、こちらです。バロール。おー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 おお、と見せかけてバロールの類似品ですね。なんやねん。モモルアーってやつですね。ああ、はい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 。アマゾンで買いまして、バチ抜け用とサヨリパターンにも使える、新品かな、5カラーあるんで、シーバスちゃん釣っていただこうかなと。どうでしょうこれ。僕バロールモノホン1本持ってるんですけど、当たり取ったこと1回もないっすこの鍋くんが持ってるバロールがあったんで見比べてみましょう、はい、こっちが本当のバロール、バロール、こっちがバロールに似せたモモルアーですね、はい、そっくりやんけ。めっちゃ似てるめちゃめちゃ似てるやんけ。こんなに似せて大丈夫なの。全くそういないですね、はい、ってことは実力もそういないんじゃないですかこれ。確かにそうっすね。僕が持ってるのはね、こういうカラーだからね、うん、ちょっと蛍光からたくさんいただいたんで使います使ってください、ぜひ。はい、やばい、来た、うわ、なんだこれ、でこっ、やったよ。マジかよ、でかっ、アップで上がんねえかと思った。でかくね、でかい、ドラグがこいつじゃやばかったぜ今。マジか、うわー、ドーン来てさ、やばやば、あれ鍋くん、俺今日の企画食っちゃうよ俺これ。いやマジで食われちゃう、やばマジかよ。久慈川河口いけるで、ブラクリでも。とりあえずおめでとう。ありがとうございます。やばい、これブラクリ壊れちゃった、ブラクリ壊れちゃった、ブラクリ壊れちゃった、うわー今切れた、びっくりして、ブラクリが壊れるほどのこの重さ、果たして何センチなのか。なんか最近疲れてるね、寝魚に。寝魚祭りっすよ。でも今年初ですね、アイナメはね。何センチでしょうか。あ、30、35。まあでもでかいな。でかい、やったなこれは。いや、エッグショットに変えてね、うん、当たったんすけど。おお、いや、バラしましたね。マジか。いや、やっぱり寝魚の時代ですね、まだまだ。僕は当たり一回もありませんよ。え、そんなバカな。だって今日は鍋くんの
ソロ企画と言っても過言ではないじゃないですか。いや時期が悪いのがね、やっぱいろんなルアーもう投げてんだよ、もうずっと。でも当たりねえんだよ。なんか色ないっすか。はい、現在ナビくんがですね、こちらの私が買ったモモルアーを使って絶賛投げ投げ中でございますね。はい、これで釣れたら私も鼻が高いんでね、お願いします。ちょっとね、びっくりしたのがね、基本バチ抜け魚のルアーってあんま軽いから飛ばないんですよ。でもやっぱバロールを持ってるだけあって飛びますね。おー、ただ今12時ぐらいなんですけど、うん、魚が跳ね始まりましたよ。そうだね、なんか魚っ気が急に出てきたね。うん、これはマジで大チャンス到来ですから、ここでものにしたい。まあこれが何なのかわからないんですけど。そうなんだよね。まあどちらにせよチャンスゾーンには変わりないんで。うん、持ってて反応してくれそうな色のやつ全部投げたんだけど、全部反応してくんないの、何も。ああ、いやでもこれは本当にものにするしかないっすよ。投げまくるしかない。はい、ナビくん、はい、ただいまの時刻がですね、はい、2時半です。お、だいぶいい時間になってますね。ナビくん、もう私落ちそうですなんで私が落ちる前になんとか一匹頑張ります。一匹お願いします。はい、はい、というわけで現在時刻4時過ぎ、開始から8時間経ちましたが、ナビくんは一匹も釣れませんでした。はい、当たりすらありませんでした。フィッシュ板がもう消えたのかもね。というわけで、ナビくん釣れなかったので罰ゲームでございます。はい、何ですか。